はようございます。エビーライフのマリコです。今日は朝ヨガを紹介していきます。心地よく体をほぐしながら目覚めさせ、そして一日を気持ちよく過ごすことができるかと思います。ぜひ一緒に行っていきましょう。はい、それでは早速始めていきましょう。楽に仰向けに寝転がります。はい、足はリラックスして少し広げて、息を吸いながら両手を頭の上にぐっと伸ばして、気持ちのいい伸びをしましょう。吸って吐きながら肘を緩めて下に下ろします。もう一度吸う呼吸で両手を頭の上に、そしてぐっと気持ちのいい伸び、吐きながら両手を肩の横に大きく広げましょう。膝を緩めて両膝を一つに重ね、そのまま両膝右側にパタンと倒します。両手も右側で手と手を合わせていきましょう。吸って左の手を頭の上から後ろ、そのまま吐く呼吸で下を通して一周します。繰り返しましょう。吸って上から後ろ、吐きながらぐるっと一周します。繰り返します。自分の呼吸のペースに合わせながら動かしてみてください。あと2周しましょう。心地よく肩と肩甲骨周り柔らかくほぐして目覚めさせていきます。はい、この反対からです。手を下から回して横、そのまま吐く呼吸、上から元に戻します。吸って下から後ろ、吐いて上から正面、ぐるっと大きな肩肩甲骨の可動域を感じてください。あと2周しましょう。動かしていくうちに可動域がね、どんどん大きく広がっていきます。はい、そしたら上の手を横にだらんと広げて両肩をマットへとつけていきます。目線は足と反対の方向へ。腰回りの筋肉の緊張をほぐして背骨はねじります。反対いきましょう。両膝を今度左側へ倒します。両手も左側で合わせましょう。そのまま吸う呼吸、上の手頭の上から後ろへ引っ張って、そして下から元へ戻して、ご自身の呼吸に合わせながら腕を一周動かしていきます。心地よく肩と肩甲骨周りの動きを感じてみましょう。さあ5周ぐらいしたら反対いきましょう。吸う呼吸で今度下から後ろです。吐く呼吸で上から戻して、さあ朝一番ですとまだね、肩の可動域もあまり大きくできないかと思いますが、肘を緩めながらでも大丈夫です。自分で加減しながら行ってください。はい、5周したらそのまま上の手は横に広げて両肩をマットへと下ろしましょう。背骨を柔らかくツイストをねじって自律神経の調子を整えやすくします。はい、さあ両足を上に伸ばします。はい、手も上に伸ばして肘膝と緩めて揺すっていきましょう。手首足首もリラックスして回します。反対回しも回して、さあ心地よくね動かして目覚めさせていきましょう。手グーパーグーパーしても構いません。はい、そのまま膝を抱えて胸に引き寄せ、顎を引きます。コロンコロンと背骨を丸くマッサージして反動を使っておきます。はい、そのまま正面にあぐらの姿勢になります。背骨を長く整えていきましょう。
両手は頭の後ろで指を組んで、さあまっすぐ呼吸で少し上を見上げて胸を開きます。さあ心地よく後ろの自分の手にもたれかかるようなイメージで頭を預けましょう。心地よく吸って胸を開きます。ゆっくり吐いてリラックスして、はい、そのままゆっくり顎を引いて肘を下、頸椎、首の後ろ側を長く伸ばします。頭の力抜きましょう。頭をそのまま左右にゆらゆら揺すって、首の後ろ側左右へも刺激を加えていきます。はい、もう一度頭を起こして首まっすぐです。肘を開いて吸う呼吸で後ろの手にもたれかかって、さあ心地よい呼吸、吸う呼吸で胸鎖骨を広げていきます。気持ちも前向きになっていきます。はい、首をまっすぐ戻しましょう。背骨を長く息を吸って、吐く呼吸右へ傾けます。脇腹を心地よくほぐしていきましょう。はい、中心へ戻して、もう一度吸って伸びて、吐いて左へ、軽く脇腹へと刺激を加えて、もう一度戻して、吸って背骨を長く、吐いて右へ。さあ左胸、左の肩をぐっと空へ、右の手下へ下ろして、上の手長く引っ張っていきます。上の手のひらを空へ向け、手首でぐーっと気持ちよく押し上げましょう。反対いきます。右の手を横から遠く、手のひらを返してぐーっと手首で空を押し上げて、気持ちよく脇腹伸びを感じていきましょう。中心へ戻します。肩をリラックスして、そのまま右の足を横に伸ばして、左のかかと中心へ引き寄せます。足首曲げたら、親指つかめる方は、人差し指、中指、親指、3本の指でつかみましょう。お膝が緩んでしまう方は、下の手は膝、ももの上かすねでも構いません。左の手を横に差し出して、吸って上に持ち上げ、そのまま吐く呼吸で横へ深く倒します。さあ、心地よく。吸う呼吸、肋骨と肋骨の隙間に酸素を送り届けて広げていきましょう。左の胸、左の肩をさらに上に開いて、心地よく呼吸が通せるところで行いましょう。さあ、脇腹も長く伸びて腸が活性化されます。上体を起こしたら、そのまま左の手後ろについてお尻を持ち上げます。吸って右手を上にぐーっと高く、心地よければ目線も上の指先につけて、ぐーっとお尻を高く突き上げて伸びましょう。気持ちのいいところで呼吸です。はい、お尻をゆっくり下ろしましょう。反対です。左の足を横です。さあ右のかかとは中心、足首を曲げておきましょう。持てる方は親指を掴んで、右の手を横、吸って上から吐く呼吸で横に倒します。右胸、右の肩を上の方にぐーっと開いて心地よく、さあ肋骨の隙間へと呼吸も送り、呼吸も深めていきましょう。肝臓機能も高まります。はい、ゆっくりと上体を起こして、そのまま右の手は後ろにつき床をします。ぐっとお尻を高く持ち上げ、左手上、さあ目線も心地よければ上の指先へ見て、お尻を高く、そのまま呼吸です。胸を高く突き上げて、やる気をアップさせていくポーズです。はい、ゆっくりお尻を下ろしましょう。はい、
足を戻したら足の裏と裏を合わせてかかとを中心へごと引き寄せます。きつい方は足を遠くに、置いても構いません。さあ背骨を長く伸ばして、さあ吐く呼吸で腰から前に折りたたんでいきます。吐息を吐いてゆっくり力を抜きましょう。両手を前に伸ばして、さらに背中の力を緩めます。お腹周りは柔らかくして、下で深く呼吸をしましょう。じゃあももから股関節周りをゆっくりとほぐしていきます。眠っている間に溜まっている老廃物を外へと排出しやすくしていきます。むくみを取るのにも効果的なポーズです。もう2呼吸深い呼吸をしましょう。キリのいいところで息を吐き切ったら、ゆっくりゆっくり下から上体を起こしていきます。横向き四つん這いの姿勢です。では肩幅、足は腰幅に広げていきましょう。後ろのつま先を立てます。息を吐いて背中を丸くできるだけ丸めて、おへそ見ましょう。吸呼吸で胸を前、少し上を見上げながら喉の前側も心地よく解放して、鼻骨をクッと後ろ、もう一度息を吐いて背中を丸く丸めておへそ見ます。そのままかかとにお尻を引き寄せて、背中全体をぐっと気持ちよく伸ばしていきます。もう一度胸を前に、背骨をニュートラル、まっすぐ戻しましょう。そのまま尾骨を後ろに突き上げて、ダウンドッグ下を向く犬のポーズです。目線は後ろ、足と足との間、後ろを見ていきます。心地よく足踏みをして、膝の裏、ももの裏側へ伸びを感じていきましょう。伸びてきたら両方のかかとをぐっとマットへと下ろして、斜め前にマットをぐっと押し出して、尾骨は後ろです。吸って吐く呼吸でかかとをぐっとマットの方へと近づけていきます。体全身の血の巡りも良くさせていくポーズです。そのまま手の方に少しずつ歩いて近寄っていきましょう。近寄ったら足は腰幅のまま、腰からリラックス、膝を緩めて、両手はすねを押して体幹と床と水平にします。少し前を遠く見ていきましょう。お腹を引き込んで、頭は遠くです。膝を緩めて両手を下、腰から折りたたみます。ゆっくり腰から下からつないで上体を起こします。頭最後、上体を起こして両手横から上です。息を吐いて胸の前に合わせましょう。もう一度吸って胸を高く、吐く呼吸で膝を緩めて両手を下、頭の力抜きます。両手をすね、そのまま膝を伸ばし、頭を遠く、体幹と床と水平です。裏側へ呼吸を、膝を緩めて両手を下、息を吐いて腰を緩めて、心地よければ左右に少し揺すっても構いません。皆さんは右の足を大きく後ろに引きましょう。はい、で前の足かかとの真上に膝です。そのまま吸う呼吸で左の手をぐっと上に持ち上げて、吐きながら上の手、頭の上まで引っ張っていきましょう。後ろのかかとで空気をぐーっと強く押し出します。さあ斜めのラインを長く作って呼吸します。さあ腸も活性化されて、デトックス効果も高まっていきます。気持ちいい伸びを感じましょう。もう一度吸って、吐いて、おへそを下、両手を下につきます。足を後ろで揃えましょう。まっすぐです。
そのまま膝を緩めて肘を折りたたみます。お腹をつけて後ろのつま先伸ばしましょう。肩を下へぐっと下ろして脇を締めます。吸う呼吸、胸を少し起こして背中を締めましょう。大丈夫であればそのまま床をさらに押し出して肘を伸ばします。肩が上がりやすいので肩をぐっと下ろして胸を広く、さあ集中力、決断力も高まります。膝を緩めて一度お尻を後ろに下ろして腰を緩ませます。上体を前に移して右の足を両手の間に一歩大きく出しましょう。さあ前の足はかかとの真上に膝のお皿です。後ろの膝も伸ばして、きつい方は膝をつけたままでも構いません。息を吸って右手を上に持ち上げます。肩をリラックス、吐きながら上の手は頭の上遠くに立って後ろのかかとから指先斜めのラインをつなぎましょう。さあ気持ちのいい伸びを感じて呼吸を続けます。さあ気持ちのいい伸び、爽快感が得られるポーズです。はい、もう一度吸って吐いて、おへそを下、両手を床に下ろします。はい、そのまま後ろの足を前に揃えて膝を緩めて小さくなります。ゆっくり下から点点点点とつないで、吸って両手を横から上、吐いて胸の前です。さあ吸って両手を上に持ち上げます。さあ体をまっすぐ一本にしましょう。お腹を中に引き込んでお尻もキュッと締めます。肩をリラックスして手を少し広げて、はい、そのまままっすぐゆっくりかかとをぐっと持ち上げて高く、さあ床をいっぱい押してそのまますぐ呼吸、エネルギーをいっぱいチャージしていきましょう。気持ちも前向きになります。ゆっくりかかとを下ろして手も下に合わせましょう。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。心地よく身体がほぐれたかと思います。今日も一日頑張っていきましょう。